はい、どうも皆さんこんにちは。監督です。今日はですね、エレイン・トンプソン・ヘラという選手を皆さんご存知でしょうか。女子の短距離の今世界のトップでございます。今年2021年東京オリンピックがあった年ですけれども、彼女はですね、10秒54、そして200メートル21秒53と、いずれも世界歴代2位のとんでもない記録を出しております。世界記録はですね、フローレンス・ジョイナー選手の100メートル10秒49、200メートル21秒34という記録になってるんですけれども、この不滅とも言われたとんでもない大記録に、とうとうこのトンプソン選手が近づいているというわけでございます。このトンプソン選手、東京オリンピックはもちろんのこと100メートル、200メートル、そして 4×100 メートルリレー3冠を達成しております。さあ、この選手が不滅と言われた世界記録を更新するんじゃないかと言われてるんですけれども、その、トンプソン選手の今日は走りを見てほしいというわけではなくてですね、今日はですね、走りを見るんじゃなくて、まあ、走りはもう皆さん見たことあるでしょ？ね、YouTube でいっぱい出てます。この走りを見てほしいんじゃなくて、このトンプソン選手の試合前のウォーミングアップを見ていただきたいなと思ってるわけでございます。これはね、参考になるに決まってるでしょってことで、皆さんはね、トップ選手はどういう走りをしてるかっていうのはもちろん見たことあるけども、試合に向けてどういう準備をしてるんだっていうところの方がね、気になってると思うんで、今日はそちらの方を動画を見ていただけたらなと思っております。ちょっとね、こう僕が見ながら、そのウォーミングアップ、どういう効果があるんかなとか、どういうことを意識してるんかなと、なんとなく客観視してですね、まあ皆さんにとってはちょっと耳障りかもしれませんけれども、アフレコの方でね、ちょっとお話ししながら見ていけたらなと思っております。ぜひ、興味がある方は最後までご覧ください。それでは早速、トンプソン選手の、ウォーミングアップ見ていきましょう。レッツ、ウォーミングアップ。走れる介護チャンネル。はい、では世界最速女王、エレイン・トンプソン・ヘラ選手の試合前のウォーミングアップ、覗いていきましょう。最初ね、ジョギングしないみたいですね。この動画を見るとね。でもとにかく最初は、体を流しというかね、流しをしながら、体の状態をチェックしていくような感じ。まあ本当になんか足さばきにすごく意識を持ってね、やってるようなね、印象を受けましたね。とにかくコンパクトに、前から、前に足をどんどん出していって、上から捉えていくような、動きに見えます。そうやってね、腕もしっかり肩甲骨周りからほぐして、ポンポンポン、おお、ちょっと刻むスピード上げてきましたね。もう一本一本重ねるたびに、ちょっとずつ、スピードっていうか、刻んでいく、シザーススピードを上げていくようなイメージでしょうね。いい体してるね。日本人にはないね。この足の長さ、そしてこのお尻がギュッと上がった、このね、素晴らしいスタイル。もう胴の長さ見てください、皆さん。胴の長さなんてもう短いでしょ。これがまたすごいよね。本当にいいから、もう走るの速さだからですよね。でもこうやって肩甲骨周りからしっかりほぐしてますけれども、結構こうやって横に振ったりね、縦に振ったりっていう動きがすごく多く見られますよね。はい、こう体をほぐして、なんか揺れてる。揺れてるよね。なんか海の中にいる、なんだ？なんだ？よくわかんないけども、ゆらゆら揺れてましたね、今ね。肩を揺らして。とにかく上半身の動きをしっかり引き出したいんでしょうね。柔らかく使いたいんだという表現でしょうけど、骨盤周りもしっかり回して。はい。で、まあ、ある程度僕はね、一通り編集しながらね、このトンプソン選手の、一連のね、ウォーミングアップ見させてもらってたんですけど、まあ、本当にね、とにかく体をほぐしていったりとか、そう、調整する、動きがすごく多かった。なんか走りの動きを作るっていうことはもうほぼというかほぼではないけど、まあ、ドリルもするけど、基本的にはこの走れる体に仕上げていくという作業がめっちゃ多かった。もう上から下まで隅々まで本当に長い時間かけてやってるんだなという印象を受けました。今新脚してますよね。今度どんどん上から下に動かしていくっていうのを意識してやってるんでしょうね。いや、もう走る筋肉全部に刺激入れちゃいましょうよ、みたいな。そんな感じにも見えましたね。はい。さあ、ちょっと走りに行っちゃいましょうか、みたいな。おーおー、走ってる。あ、さっきよりやっぱりスピード上げてるね。こう、
なんかね、ほぐし、最初に流しする、で、体の状態確かめる、で、体ほぐしてからもう一回走るっていうのをね、なんか何サイクルかに分けてね、やってるんですわ。そう。で、またこうやって腕をね、こう動かしながら、また流しに入っていくわけですけども、コンパクトにトン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 とね、さばいていくわけですけれども。本当にこういうの繰り返していくって感じ。でも本当はほら、次は横になってね、うつ伏せになって、足をこう動かしたりとか、体ごとぐーってひねって腰を動かしたりとか、そういう動きがすごく多い。まあこれレッグカールの動きですよね。ハムストリングスに刺激を入れてるんでしょう。そう、これを内側にこうやって倒すことで股関節の外旋をね、促してですね、まあ、股関節も動かしていくということ。本当にいろんな動きしますよ。よーく見ててください。ほんだ両足揃えて、ポンポンポン。そしたら腰もひねれるしっていうことですよね。で、この時に肩が浮かないようにね、やることによって腰のひねりが促されるんじゃないかなと思うしね。はい、そうそう、今度は座って、何するんですか？ん？お、あー、誘ってね、筋膜リリースね。お、下に敷いてあるマットタオル？わかんないけど、それ使って膝周りに、シカシカしてますけども、それで血流を良くしていこうというあれなんでしょうけども、お、どうした？おー、動的ストレッチここで行く。なるほどなるほど、まあ、機械体操みたいな。あ、ちょっと邪魔なんだね、荷物がね。あ、ちょっと早めにね、うん、どかしとかないと頭ごっつんごすんで。はい、ということでこう開脚して後ろにゴロリンコしたりして、こう反動をつけて、しっかりともも裏だったりとか内転筋だったりとか股関節をねしっかり伸ばしていきましょうよっていう動きでしょうね。はい、後ろ側もしっかり伸ばしていく。あ、今度はおー、ハードルの抜き足、そしてリード足みたいな形を作って内転筋ストレッチしたまま、抜き足の、内転筋ストレッチしたままハムストリングスも伸ばしていくという一石二鳥ストレッチですね、これね。はい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 、いや、すごい多いねストレッチの数、やっぱり。あ、今度は前もも意識して後ろに下がったね。これで大体四頭筋を伸ばしていくってことですよね。うん、なるほどなるほど、ぐーっと伸ばしていくけど、一個一個にかけるストレッチの時間短いね。それを思った。なんか長くやっちゃうと動かんくなるっていうの知ってるでかわからないけど、あんまり一個一個の種目に時間かけないね。はいはいはい、これで、お尻やね、今度はお尻のストレッチ入れていくってことでね。お、また来たまた来た、ハンドストレッチ2や。今度ほら片方を交互に足入れ替えてる。おー、なるほどなるほど、これ面白いね。これコーディネーショントレーニング一つとしてもなりそうですよね、子供たちのね。お、今度足閉じた、開いた。今度は片足曲げない、はい、伸ばした。あー、なるほど。あー、いろいろ、おお、お、腰上げた、うわー、開いてる開いてる。お、今度クロスしてる。あー、前後に開いた。なるほど、こうやって腰を立てて行うことによってもも裏のストレッチをさらにかけていこうという作戦でしょうね。もも裏内転筋、おー、サイクリングしてる、サイクリング。おー、なるほどなるほど、ほんとに種類、お、すごい。おー、つま先持って帰ってくるの、せーの。あー、やめたー、あ、シャカシャカしてる、シャカシャカね。なるほどなるほど、なんかすごい多いな、参考になるな。お、またこのストレッチ、このさっきとちょっと違うな。前の足曲げてるね、前の膝曲げて後ろの足は、あ、なるほどね、これでまたお尻のストレッチやってるわけですよね。なるほどなるほど、本当に時間かけないな、まあ何回も言っちゃうけど。はい、ね、お、荷物がなんか取り出すのか、なんだなんだ、秘密兵器か。お、もう黒いボール、ブラックボールだ。あ、筋膜リリースね、ここで筋膜リリース。お、お、これカメラマンも拡大しましたけれども、おー、黒い地球をもも裏にゴリ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 やってるわけですね。痛そう、痛くねんかな、結構重くて硬そう、なんかイメージだけど。筋膜リリースグッズもああいうボールがあるんだね。なんかゴルフボールとかテニスボールとか使ってる人はね、あの結構見たりしますけど。おー、ゴリゴリしてゴリゴリしてる、もも裏ね。おー、マット巻き込んだよ、マット巻き込んだよ。ほら、戻して戻して、風吹いてるね、結構ね、風吹いたら関係ねえか。ぐり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 やっていく。はい、結構特にお尻の近くをほぐしてるイメージですよね。もも裏って言ってもやっぱお尻の近く、やっぱここエンジン部分になりますから、ここほぐして使えるようにしていきましょうよっていうことなんでしょうか。それともストレッチをやった段階でもしかしたら何かこう張りを感じたりとか、なんか異変を感じて筋膜リリースを入れてるのかもしれないしね。うん、あ、ほら、もうこれで片付けちゃった。
次何？お水？あ、お水ね、水分補給も大事だよね。はいはい、はい、次どうすんの？はい、次どうすんの？あ、はい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 、今度は動的ストレッチ、股関節バージョンね。さっきは寝転がったりしてやってる動的ストレッチだけども、今度は足だけ動かす動的ストレッチね。3、4、5、4でいいの？ 4、 はいはい、4でいいの。はい、わかりました。はい、次。はいはいはい、なるほどね。これもお尻のストレッチ、これちょっと反動つけて、強めにストレッチかけるっていうのが見えますよね。1、2、はい、1、2、はい、2回しかじゃないね。あ、すごい短い時間ですごいたくさんのストレッチ。あ、どんどん足の裏と足の裏くっつけて、パタ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 と。あ、結構硬いんだね。外にはあんまり開かないですね、こんだけ膝が高く上がって。まあ足も長いんでしょうけども、さっき見たけど足長かった。こんな横に倒して、この内転筋をね動かしていくような感じですよね。そう、僕もやります、これ。結構内転筋にね、こうねじり動作が入ってね、結構いいストレッチになるんですよね。はい、次なんですか、四つん這いですか、あ、正座ですか。はいはいはい、正座ですね。で、正座してどうするんですか。なんか歩いてるの、なんだなんだ、かかと持って前に土下座。すいませんでした、すいませんでした。お、右手を出して、あ、左の方にもすいません、右の方にもすいませんでしたっていう感じですよね。はい、そのまんま四つん這いで片方の足を後ろに伸ばして、グッグッグ、これをアキレス腱伸ばしてるんでしょうね。はいはいはい、あ、おおおお、お山作ってどうするんですか。おお、どうするんですか、右足トントンして。はいはいはい、お、肩も入れてるのか、肩入れてるな、あ、肩入れてるな、肩甲骨とか肩周りのストレッチか、けど足もなんか片足立ちにしてるんだな、浮かして。おお、どうした、震えて、どうしたどうした、ぴょん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 して、プル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 ピュンピュンピュン。あ、なんか持ってる。あ、また筋膜リリースグッズだ、これ。なんだ、あ、柔らかい棒だね。これ結構使ってる方いらっしゃるんじゃないですか。結構この筋膜リリースグッズでね、あります。おお、早いな、終わるの。ちょっと気になったんだよな、外側の。全肩甲骨筋とかね。お、今度ドリルだ。もも上げドリルだ。ほい。ほい。なんか特殊な腕の動かし方しますよね。足の動かし方はまあ普通ですけど、腕をなんか、上げてる方の足にポンポンポンって、なんか持ってる？お、お腹出してくれた。あれ、なんか持ってるね、右手に。なんだろう、何持ってんだあれ、携帯か。音楽聞くのに携帯近くにないと Bluetooth 届かないからってことなのかな、わかんないけど。しざす、しざすね、しざすしざす。はいはいはい、片足のもも上げ2回ずつ、あ、2回ずつ、1、2、はい、これ軸、おお、早いな、早いな、おい、はあ、1、2、1、2。うん、けど動き綺麗だよね、やっぱね。さすが走の速い人っていうのは無駄がないですけれども、いや、動きは綺麗だと思います。前に前屈して、もも裏の動的ストレッチ、ね、股関節の屈曲伸展ね、股関節の動的ストレッチでしょうけども、こうスタイルめちゃくちゃいいな。はい、これもよくありますよね、クロスして前にストレッチ、もも裏のストレッチ、お尻のストレッチね。はい、足開いて、お、左右にちょっとずつ体重をかけて、はい、でまだ携帯らしきもの持ってるね。別に携帯持ってなくていいんじゃねえかな。はい、行きましょう。はい、ポン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 。あ、ずっとこの流しやね。うん、コンパクトな足の運びね。お、ちょっとスピード上がったかな、すぐやめちゃうな。おお、また今度は四つん這いで足ピンピン後ろに投げてる、お尻に刺激を入れてるんだ。はい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 、すごい多いね、こういう横になってというか四つん這いになったりとかもしますけれども、横になってやってるエクササイズがすごく多いね。数も種類も豊富だし、ただ一回一回の回数が少ない。はい、足上げてね、はい、もも裏と、股関節ね、しっかり動かしてストレッチしていくという感じ。はい、クロスにして、もも、お尻やね、今度お尻もしっかりストレッチして、はい、でどうするんですか。お、アイテム登場、ゴムだな、あれゴム、どうするの、足の裏かける、はい、ほーいほ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 ーいほい、これタオルストレッチのようなね要領でやってますけども、チューブを使ってね、ぐーっと強烈にもも裏を伸ばして曲げたりしてるってことですよね。あのアイテムいいな、使い勝手良さそう。はい、外にも内にも開いてね、はい、反対足にして、一回せーの、1、2、3、4、おいおいおい、はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばして、内側にぎゅーっ
外側にギュー。OK。で、あ、終わり？もうそんでいいの？このチューブ、もういい？あ、なるほど。今度はクロスに、豪快に足を、ひねって、腰をひねっていくようなエクササイズ。これいいな。これやろう。一遍やってみよう。こうやってね、僕最近ちょっと腰がね、あんま調子良くなくて、腰にいいエクササイズないかなっていう風に探して、いろんなね、こう陸上選手だけじゃなくて、いろんなアスリートのね、ウォーミングアップとか見てるんですけども、やっぱこうやってね、いろんな人がいろんな動きをしてくれるので、すごく勉強になりますね。もう携帯持ってないね、右手にね。よかった。ずっとモットアップしてる人初めて見ました。お、ヒップリフトだ。はいはいはい。はい、これでね、アップ終わってね、もうここから SD 入っていくんですけれども、こんな感じで、トンプソン選手のね、試合前のアップ、ウォーミングアップを終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、また！